大分市にあるレゾナックドーム大分の屋根を開閉するためのワイヤーが表面の一部で断線していることが分かりました。調査のため少なくとも半年以上開閉をストップします。県が今日開いた会見で明らかにしました。レゾナックドーム大分の屋根は通常は開いていますが、雨の日やイベントによって閉じられます。屋根を動かすのは鋼の線を複数本束ねた直径 7.5 センチのワイヤーロープで、全部で20本あり、毎年1回目視で安全性を点検しています。しかし今年3月に確認したところ、20本のうち5本の表面複数箇所で断線が見つかりました。これを受け県は修繕の必要性を判断するためワイヤー内部を調査することを決め、屋根の稼働を停止することを決めました。調査はおよそ半年かかるということです。これまで数多くのスポーツの試合が行われてきたレゾナックドーム、屋根の老朽化で危険性はないのか詳しく見ていきます。ここからは深掘りです。レゾナックドーム大分の屋根の開閉について詳しく見ていきます。まずレゾナックドーム大分は2001年に誕生しました。その屋根は基本的に開けられた状態です。イベントや雨が降った時に閉めます。ではその所要時間、開けるのも閉めるのもかかる時間は20分です。またその開閉には費用がかかります。いくらぐらいかかるかと言いますと28,100円。この費用はイベントの主催者が支払います。またこの屋根、年にどれぐらいの回数閉じるんでしょうか。年によって違うんですが、昨年度の場合はこちらです。およそ40回。この屋根は鋼のワイヤーで開閉しますが、県の担当者によりますと、一般的にワイヤーロープの交換期間の目安は15年、レゾナックドームのワイヤーは23年ほど経っていると話していました。ワイヤーロープの交換の目安からはだいぶ時間が経っているように感じますが、これまでの目視確認では交換の調査に至るほどのワイヤーの断線は確認できなかったそうです。それではそのワイヤーを使って屋根をどうやって動かしているのか、こちらはレゾナックドーム大分を断面から見た図です。このように屋根をロープで固定しています。このロープをドーム地下でワイヤー巻き上げることで屋根が上がっていくという仕組みになっています。このワイヤーの表面にこのように最大で9箇所の断線が確認されたということです。ワイヤーはすべてで20本ありますので、そのうちの1本で最大9箇所の断線を確認したということです。これから調査が行われますが、どんな調査が行われるかと言いますと、このような機器にこの穴にワイヤーを通し、内部でどれだけ断線腐食しているのかを調査します。この調査で実際にワイヤーの交換が必要なのか判断するということです。これにおよそ半年間かかります。県の担当者によりますと、調査中もスタジアムの利用は可能で、屋根が落ちるような危険はないと話していました。ただ調査期間中は屋根は開いたままですので、雨が降るときや降りそうなときは雨の対策しっかりしておく必要がありそうです。